スキップガエル先生の軟骨くん。おお、はいや。売ってんの？じゃあバキッと。怖くないの？はい。ブラント高島店だ。それで朝飯買ってこ。明日も休むの？休むっていうかまあ休みだからね。あ、休みなんだ。土曜日？明日は木曜、あ、水曜日か。じゃあ行こう。ご飯食べ終わって寝る前に食堂だね。温泉やね。ほらね、北近江の湯。うん、これで今度汗を流しましょう。しますか。よし、どんな道の駅ですかこれは。よいしょ。うん、雨ですね。本当に。おお、結構何もない。ほらイチゴか。うん、本当は雨じゃなかったらキャンプしようと思ったけど。はいはい。綺麗ですね。なんもないっすよ。なんもない。湖北水鳥ステーション。なんか開いてない。開いてないね。朝だから開いてない。ほら行ったじゃん。うん。食べるならこの外か、車の中しかないね。駐車場結構広いね。まあ、今日はちょっと平日っていうのもあってすごい静かでしたね。今回も高齢者なので後ろをちょっと開けて、鍵はロックで、ワイヤーロックとベルトでちょっとだけ開くようにしてます。でまた、ブレーコの中にテントがあって、今日は気温が12度ぐらい、朝のそんなに寒くなかったんで、まあ、毛布1枚でも十分でしたね。中を枕に、じゃあ朝ごはん、昨日買ったといつも狙うのは夜の夕食、時間を過ぎた割引のもの、はい、半額、半額、シニア割引、100倍ドスクおにぎり、ワン、ツー、でかい、スリーと、これいいね、今日の昼飯分。まだ中では食べることができないので、空いてないので車内で食うことにします。お茶間は朝起きてすぐタブレットでティザリングしてゲーム中。秘密のアルファ秘密のアルファ。いただきます。しご、ちょっと待って、服？うん。なんで？びっしょ濡れる。で？そうだよ。走ってきたよ。着替えなんかないです。誰か？ん？船寿司。うん、船寿司。これね、すごい匂いがきついの。郷土料理。きついって何？サバ寿司。きついって何？あのきつい匂いって言うの？きつい匂い、臭い匂い、お茶もにつけは臭いかもしれない。船寿司やっぱ安くなってますね。琵琶湖、琵琶マ
進む。すごいいろいろ。牛乳アイス。海洋動画。え、海洋動画。面白そう。とクリーム。うん。2階に素晴らしい眺めの展望室だって。行こう。これ行かのか。素晴らしい。展望室。おお、素晴らしい。素晴らしいけどちょっと天気が悪い。駐車場全体が見える。広いね、ちょっと。すごいね、演出がいいね。演出面白いね。わあ、すごい。コンテンツからお楽しみください。